シェー、行きますか。行きましょう。ちょっとイタリアのローマって感じやろ、うん、どれ、あ、服装ね。服装が、服装はだいぶローマイメージして作ったから、これ生地から、うん、はい、いい感じ。ほんま世界に一つだけの服です、うん、今からな、いよいよバチカン市国、世界一小さい国、うん、行ってきます。なんか外出たらさ、あ、海外おってんやってなるな。ホテルやったらさ、日本の仕事とか連絡やり取りしてたりとかするやん、はいはいはい、日本の SNS 見たりとかしてるから、うん、だから日本におるって感覚やん、うん、俺らで日本語で喋って、うん、でも出た瞬間に、あ、海外おったんや、うん、なるな、なるな、うん、なんか慣れてきちゃうよな、ほんま、うん、でももう慣れたな、うん、イタリアも、うん、やっぱその土地は2日で慣れるな、うん、マスターできるな。3日あったらもう庭やな。そうなるわ。あそこのスーパーであれ買おうとか、うん、コーヒーあそこ売ってるなとか、だいたい地下鉄こういう感じで乗ろうとか、バスこれやなとかって、だいたい2日あったら慣れるな、人って、うん、じゃあとりあえずあれやな、地下鉄やな、うん、地下鉄、地下鉄でバチカン市国まで行っちゃいましょう。はい、行きましょう。はい、メトロに乗ります。今回 A ラインに乗る。で、オッタビアの駅まで行きます。とりあえずチケット買おう。目の前のあれ券売機や、券売機。あ、日本語ある。ほんまや。 1.5 ユーロワンウェイで、で、クレカでタッチで決済できるみたいな。へえ、簡単やな。あ、とりあえず 1.5、うん、カード 1.5 ユーロやけど4ユーロになんねや。どういうこっちゃ。プラス50がなんかリチャージカードのコスト、ようわからん。いけた、すごいな、日本語も対応してるってやばいな、うん、めちゃくちゃありがたい、ありがたいな。で、服装俺結構、まあ、イタリアのローマやって言ったらこんな感じやろうと思って決め込んだけど、見てこれ。ファッションの国ちゃうの。一人イタリア特有のブランドいっぱいあるから、いっぱい見たいな思って張り切ってんのに。ここまで旅に対して本気出すやつおらんやろ。おらんな、うん、あんま聞かん。ちょっとほんま世界中で遊ぼう思って、うん、よいご旅行を。 OK、 いいね。オッタビアの駅の方まで行きましょうか。でそこから美術館やったりとか、バチカン市国についに入国、世界一小さい国、うん、国自体が世界遺産の唯一の国です、うん、楽しみやな、マジで。行こう。深夜楽しみにしてます。めっちゃ楽しみ。行けた。ちょっと手こずったけど、タッチやった。いやーすごいな、海外の駅って感じがするな、うん、ちょっと開けてハリーポッターの世界みたいな、世界観がハリーポッターやな。A ラインの上か下かやねんけど、行くんがこのオッタビアヌか、うん、だからパティスティーニみたいなところの路線やな、うん、来た来た来た。人めっちゃ多いな。多い。なんかバルセロナの地下鉄思い出すな。うん、こんなんやったな。あの時すられたやん。すられたな。いやマジでヨーロッパはすでに多いらしいから、特に主要都市の駅気ぃつけなあかん。めちゃめちゃほんまに iPhone とか1個ぐらいで、ほんまに嫌やな。人多いな。めっちゃ満員電車や、うん、いざ行こう、オッタビアヌの駅。わ、マジで満員、やばい。俺満員電車と税関が一番嫌いやねんけど、国境が、うん、めっちゃ満員、うん、こんな感じです。ジョブロック。はい、というわけでオッタビアの駅に着きました。こっから歩いて10分ぐらいか。それぐらいですね。うん、なんか開けてるな、この通りも。ええー、感じの、うん、お、なんか露店みたいになってる。オール1ユーロやで。すごい売り方やなこれ。オール1ユーロでああいうキーホルダー、お土産の。あ、いいやん、いいっすね。いいけど今はいらない。バチカン市国やから。市国や、一番やりたいね。バチカン市国で、バチカン市国で市国、市国。あ、いいやん、いいやん、めちゃくちゃ滑ってていいと思う。オッタビアーノとかなんか響き、名前多いよな、うん、イタリアって。他なんかありました。オッタビアーノ。他はテッツァ。それ言い方やん。パスタ。それ言い方やん。スパゲッティ。全部言い方やん。オッタビアーノ。オッタビアーノは確かにいいな。バチカンとか、お前響き、確かに響きいいよな。お、あれちゃう、これやな、あの壁に覆われた、うん、こん中がバチカン市国、うん、わー、教科書で見た世界やで。ほんまに、そん中に飛び込めんねんで。やっと来たか。マジか、すごいな。もうほんまにローマの市内の中にあんねんな、うんうん、の中に別の国があるってことやからな、うん、これが不思議やな、不思議やな、うん、だ、世界最小の国バチカン市国でございます。で、バチカン市国は国有面積 0.44 平方キロメートル、日本の国境の1/3。お、そんなちっちゃいんや、うん、で、人口が約800人。少な、そう。ただ、まあ、独自の貨幣があったりとか、うん、中に銀行とか郵便局とかもあったりとか、まあ主に観光収入やねんけど、うん、キリスト教の聖地であって、うん、ローマ教皇庁のあるカトリック教会の中枢、総本山でございます。そうやね、カトリック教会というのは言うたらキリスト教の中での最大の教派であって、うん、世界中に約13億人の信者がおるっていう、うん、まあ、キリスト教最大で、ローマ教皇が最高指導者である、うんうんうん、そのバチカン市国に来ました、はい。わ、でもやっぱなんかバチカン市国っていうのに行きたい観光客がやっぱり多いから、うん、それをめがけたこういう露店とか。あー、ほんまやな、うん、なんか結構そのブランド物のカバン、ほんまや、うん、絶対にでもんやけどな。
なあ偽物っぽいけどな。まあでもイタリアは結構その独自のブランド、プラダとかもイタリア発祥やんな。あ、そうなんですか。とか、ディーゼルとか。ディーゼルも。あとはグッチも。あ、グッチもイタリアなの。うん、とか結構そのイタリアのブランドが多いから、うん、だから結構その安く買えるんじゃない。行ってみたいな。うん、来た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 。バチカン市国です。それをくぐったらってことですよね。くぐったらやんな。すごい国境か。すごいな、重厚な門があるけど、うん、ここバチカン市国ってなんでバチカンかって、うん、ここにもともとあった丘がバティカヌスの丘って言ってバチカンってあの文字で書くねんやん。そこから取ってるらしいねんや、うんうん、ここがカトリック教会の中心となった理由は、うん、ここに聖ペドロっていうイエスキリストの一人の使徒が、うんうんうん、まあ言ったらお弟子さんやんな、うん、がここで殉教したらしいね。殉教っていうのはまあ命を懸けて信仰するっていうこと、うん、もう命を引き換えに犠牲にして信仰するっていうことやねんけど、その聖ペドロがここで殉教したからカトリック教会の中心になった。その聖ペドロっていうのはローマ教皇の初代の教皇だからこそここはカトリックの中枢であり、そしてキリスト教の聖地であります。ええ、これほんまに入っちゃった。でも喋りながら結構割とさらっと入ったで。さらっと入国したよ。すごいな。じゃあとりあえず中入ってみようか、うん、バチカン市国に入りました。イエーイ。まだ実感はありませんが、はい、あのないもんな、あの別の国に来ました。うん、すげえ、すごい。うわ、めちゃくちゃ急に巨大な広場が現れた。すごいな、この規模感。これすげえ。これ上見てん。あ、うまい。なんかおるな。うん、見るとこ見るとこ全部が美術品の数々。ほら、あっちの方もすごいことになってるわ。うまい、うまい。うわとんでもないな、この景色。えぐっ。こんなに綺麗ねや。めちゃくちゃええやん、バチカン。なあ、これ散歩に来るだけでも、なんか人はめちゃくちゃ多いね、確かに。うん、やねんけど、それ以上にすごく開けてるから、うん、なんか開放的やな、うんうん、多いけど人が。サンピエトロ広場にあるサンピエトロ大聖堂のドームの中に入りたいねんけど、うん、今から。これ列見て。世界中から観光客が並んでんねん、押し寄せて。どれぐらいなの、何分並ぶんこれ。いやだからこれやばくて、マジで3時からバチカンの美術館の方、博物館の方のチケットを取ってて、それが3時やねん、あと1時間しかないねん、うん、これ行けるかなマジで。でもここ絶対見たいねん、うん、めちゃめちゃ景色も綺麗らしくて、だからとりあえず一回並ぼう、うん、もうちょっと前もって来るべきやったな。こんな並ぶ思わんかった、うん、わずか20分ぐらいでほぼ先頭まで来たけど、来た、ね、うん、やばい、奥やばい、めちゃくちゃ並んでんな。めちゃくちゃ並んでる。それにしてもこのサンピエトロ広場綺麗すぎひん。やばい、めちゃくちゃ綺麗、うん、でこれこの真ん中にこのオベリスクで、一番上にキリストの十字架の、これ140体の聖人像があるらしくて。140体もあんねや、うん、マジで映画の中に飛び込んだ気分やな、うん、イタリアだからそういうの多いな。多いっすね、ほんまに映画の世界観の中に入れるような気分になるな、うん、これ一個一個見てるこの景色っていうのが、今この毎秒毎秒がこう当たり前にならんようにしよう。目に焼き付けとこう。なんか海外おったらな、結構当たり前になってくもんな、うん、おること自体が、うんうん、綺麗すぎるわ。これ1秒1秒がもう思い出に刻んでいこう。で、いよいよもう入れんじゃん。もうちょいですね。荷物チェックがあって、うん、中に入ります。漆黒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 。これかこれやん。でかっ。サンピエトロ大聖堂に来ました。これが世界で最大級の教会建築でございます。めっちゃでかい。圧巻やな。圧巻やな。1626年に完成したみたい。聖ペドロ、さっき言ってた初代のローマ教皇の墓を祀って、それをまあ殉教者たちが参拝するためにもともとは作られてんて、うん、でかいな。サンピエトロ大聖堂、床面積2万3000平方メートルって、高さ120メートル、最大幅156メートル、長さ211.4、分かれへんわもう。総面積449737平方メートル。すごいでかさやで、これ、うん、とんでもないでかさでございます。入ろうか。もう入ろう、来たよ、早く。行こう行こう。なんじゃこりゃ、目を疑う光景やねんけど、ほんまにやばい。うわー、すごい光景やって。ちょっと入ってみよう、うん、ほんまにここに来るのにあんだけの列あったけど、うん、20分ぐらいやったな、並ぶ。そうですね、意外と早かったですね。でも俺らの後、ブワーッとまた並び始めたからさ、行くかったあれ、うん、だからあれやったらまた変わってたやろうな、うん、倍ぐらい変わってたかもしれないけど、うん、ちょっと待って、壮大すぎるやろこれ。うわ、ちょっと待ってや、えぐいって。こんなに天井って高さ作れんの。やばい、ほんまにやばい。圧
かん、このこれ人間が作ったもんと思われへんな。え、ガチ鳥肌。うわえぐえぐ、鳥肌立ってる。いや、ほんまに鳥肌立ってる。チンヤ来たかったやろ、バチカン四国。バチカン四国バリ来たかった。なんで？いや、バチカン四国ってマジで秘密が多すぎて、うん、例えばですけど、バチカンにはなんか世界最古の図書館って言われてるところがあって、うん、それがだから1448年に建てられた図書館で、うん、その図書館にある棚の長さを合わせると80キロ以上、80キロぐらいの書物が保管されてるって言われてて、うん、とんでもない量やな。そう、少なく見積もっても3万5000冊以上の歴史書があるみたいな、うん、言われてて、うん、1000年以上前の歴史書とかもあるみたいで、うんうん、そのうち公開されてんのがたった100冊なんですよ。100冊しか公開されてないんですよ。え、何冊あるって？だから少なくとも3万5000冊以上あるのに100冊しか公開されてないの？公開されてないんですよ。で、その公開された100冊も結構ほんまに有名なやつとかで言ったら、うん、コロンブスがアメリカ大陸見つけたじゃないですか、うんうんうん、で、そのコロンブスがアメリカ大陸見つけた時に、うん、ローマ教皇がそれに対して反応した手紙だったりとか、うん、ソウル級のレベルのそれが100冊しか公開されてなくて、うん、だからそんだけまだ眠ってるんですよ。でその図書館はなんか今地下で厳重に警備されているらしくて、研究者とかですらも入られへんねん。なんでそれ100冊しか公開されてない？いや、だからもう謎なんですよ。隠してんすよマジで。絶対にいろんな、うん、もうそれこそ古代の文明の話だったりとか、うん、宇宙人の話をもしかしたらあるんじゃないのか知ってるかもしれへんしっていうぐらいの図書館があんねや。そうそうそう。でも入られへんねや、関係者以外。こことかすごいねこれ。うわとんでもない秘密が眠ってんねや。例えばあのファティマの予言とか知ってます？え、分からん。何？ファティマの予言って都市伝説好きの人からしたら一度は耳にしたことある言葉なんですけど、うん、1917年やったかな、うん、ポルトガルのファティマっていうところに聖母マリアが降り立ったんですよ、うん、でそこに3人の子供がおって、うん、3つの予言をしたって言われてるんですよ、うん、一つ目が、うん、なんか地獄が存在するみたいな、うん、実際にその少女に、うん、地獄の映像を見せたらしいんですよ、うん、二つ目が、うん、ちょうど第一次世界大戦が勃発してる時あって、うん、第一次世界大戦の終戦と、うん、第二次世界大戦の勃発のことに対しての予言をしたらしいんですよ、うん、で都市伝説で言われてるのはそのファティマ第三の予言と言われてて、うん、第三の予言は少女に伝える時に、うん、この今から言う予言は1960年まで誰にも口外してはいけないっていう約束のもと聖母マリアが少女に伝えたんですよ。でその予言が1960年経ってもローマ教皇がじゃ聞くじゃないですか、うん、実はこんな予言をされてたみたいな聞いた時ローマ教皇は失神したらしいです。その予言を少女から聞いた時に。そうそうそう。っていうぐらい1960年以降に、はい、えげつない予言をされてたんですけど、うん、その予言は結局1960年過ぎても公開されなかったんですよ、うん、どんな、だからみんな気になるじゃないですか、やばすぎて、どんな予言なんだって。で2000年になった時に初めてローマ教皇が、うん、実はこんな予言やったっていうのを明かしたんですよ、うんうん、ただそれが1900年代のローマ教皇の誰かが暗殺未遂に遭うっていう予言やったらしいんですよ、うん、実際ほんまにそれ暗殺未遂は事件あったらしいんですけど、うん、なんか地獄がある戦争の予言で暗殺未遂って弱すぎるじゃないですか、うん、ローマ教皇がそれで失神すると思えないじゃないですか、うん、だからそれは多分嘘で、うん、もっとえげつないそれこそ宇宙戦争とか、うん、なんかわかります、うん、えげつない規模の予言をほんまは隠してるんじゃないかみたいな、うん、っていうのがファティマ第三の予言。それがバチカンとどういう関係だろう。ローマ教皇に伝えた予言のあれなんで、だからその失胆がローマ教皇だけで公開されてないっていう、そうそうそう、何らかの秘密がここにあるってことやな。そういう、もう秘密がたんまりあるんですよ。すごいな。ここでその背景とこの世界観の中におるからすごい言葉が入ってきてしまうねいやなんかちょっとバチカンうわどんな感じなんてなったでしょ。いやでもその見るもの見るものが見たことないものというか、うん、想像をもしたことないほどの芸術作品がありすぎて、うん、ちょっとなんか脳がパンクしてる情報量多い、なんか別の惑星に降り立ったみたいな気分、うんうん、そういう話もバチカンにはあります、ちなみにねもういいよなんか出てきてるから新たなキャラクターが、ちんやの都市伝説ちんやみたいなやつが出てきてるから。天井もやばいで。これ俺ら和歌山で行ったん、あそこどこやったっけ。川急。和歌山のあの行ったホテル川急の天井の火じゃないな。確かにこの柱もせやな。ほら一本一億の柱あったけど、見てみこの地面、よう見たら下とつながってんで。ほんまや。ほらで下に人おんねん。地下や。地下がね、もしかしたら図書館かもしらんぞこれ。いや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 、その雰囲気はないけどないか。
大聖堂に入場してすぐ右手にクリスタルケースに囲まれてる大理石の像やねんけど、これダビデ像で有名なミケランジェロの代表作の一つやと、ピエタ像です、うん、大きさ縦174センチ、横195センチの、でこれがオリジナルで、もう一つあのバチカン美術館に複製のものがあんねんけど、こっちがオリジナルらしいです。このピエタ像っていうのは、あの聖母が十字架から下ろされたイエスの亡骸を胸に抱いてるっていう姿が表現されてるっていう、これミケランジェロが若干24歳の時に作ったって。素材には大理石の塊が使用されて、1498年から2年を費やして制作しましたって。すごない1498年代やで、えぐい、ほんまにこれ無料で見えんねん、うん、これを傷つける人がおったからクリスタルケースに入れて。ああ、そうなんや、遠いもんな、だって距離あるもんな。これが聖ペテロのブランズ像やな、等身大の像みたいで、フィレンツェの彫刻家。この像の両足は信者が聖ペテロへの信仰を表現するのに口づけしたりとか触ったりするためすり減ってます。うまい、うん、ここ触ったりとか口づけしたりとか信者の人がやるからすり減ってるっていう、まあ、初代のローマ教皇やな、うん、大聖堂の中心の奥にそびえ立つこちら大天蓋パルダッキーノっていうらしい。まあ天蓋っていうのは棺とか祭壇の上にかざす覆いとかそういうもんやねんけど、4本の螺旋状の柱に支えられたパルダキーノと呼ばれる大天蓋がありますって。本来これってこの下に眠るさっきの聖ペテロの墓の位置を示すために考案されたものですって。そうね、だからこそこの圧倒的な存在感 で主張に強い聖堂内の各装飾を見事に調和しています。ここの目玉ですね、うん、見て上のこの覆いがすごいで、これなんやろ、天使みたいな人らが、うんうん、これ下どないなってんだろう。階段はあるけどなあ入られへんねんけどな、こういう柵があるから入られへんねんけど、うん、でも一つ一つのあの装飾品にちゃんとろうそくが灯されてて、うん、火が灯されてて、ここに重要なものがあるっていうことを示している、うん、聖ペテロの墓ってことやんな、うん、とんでもない豪華絢爛で想像以上でぶっ飛んでる。上も登れるらしいから行ってみようか、うん、うわここめっちゃ好き、ほら天窓みたいな上あるやん、うまい、すごいな、このだって天井に絵描いてんねんで、うん、めちゃくちゃ高いで、これ見えへんかな、カメラじゃ伝われへんやろうな。いやこの臨場感はマジで実際に来てこないと、うん、この柱もこの大理石の川急ので1本1億とか言われてたよ、うん、これさらに太いで、それだけキリスト教カトリックの影響力の強大さを感じることができるな、うん、とんでもないな宗教って。いやほんまにすごい、だからこそなんかより一層不思議に思えるな、うん、今俺ほんまに現実やんなこれ今おるやんな俺、おるなんか夢の中じゃないやんな、いやギリギリおるよ、ギリギリってなんだ、ギリギリ半分おらんみたいな、いやおる今からだからドームの中に入って登れねえな上に、うんうん、このクーポラって言うんかな、うん、あ階段やったら8ユーロ、うんでエレベータープラス階段やったら10ユーロか、うん、行ってみよう、行こう、めちゃくちゃ景色やばいと思うで、うん、確かに見てるみたいやなこっちを、でしょあのおじいちゃんとか目当ても完全に、うん、全員がこっちを向いてる感じやな、うん、そうなんかしでかそうもんならそんなマイナス的に守ってくれてるみたいなんじゃないのそっちね、見守ってくれてる、見守ってくれてるっていう感じで入ることができました、はい、まあ俺らちょっと急ぎやからエレベーター使って階段やけど、エレベーター使わんかったら551段、うん、でエレベーター使っても320段ぐらいある、登らなあかんねんな、はい、とりあえずエレベーターが200段バーン上がって、うん、であとあれに登るの今からクーポラあのあそこに行くんか、うん、なんか見える、もうこっからの時点でちょっと景色綺麗、ほんまや、こっから思いっきり階段登んで300段、うん余裕やな、余裕か、まあそうやな、よく登ってんもんな、511段まで山道登ってるから、それを世界で試す時が来た待って城の上におる、ほんまに城の上におるって、見てうわー、えすごい景色、ピーチ姫になった気分いやクッパでええやん別にクッパって悪もんやけなんでそんな姫になろうとしてんの、すごい上からもっと綺麗なやろな、だから日本やったら白っていうのでこういうでっかい建物あるけどさ、うん、やっぱこういう世界海外やったらこう教会大聖堂っていう形やんな、うんうんうん、今日本で白ってすごい建物やん、確かにジョーラーと思うけど、あかん、もうきついわ、すごいすげえ、ピカピカ光ってる、うまい、見て天井もうわぁ、ちょっと待って、なんちゅう通路や、細いな、なんかすごい世界のどこかに繋がってるかのような通路、ロマンそそられるな、うん、こういう感じ、いや違う急に雰囲気変わるやん、インディ・ジョーンズとかで出てきそうじゃない、じゃあ旋回だ、
あれやな、ナショナルトレジャーとかに出てきてんやな。ゴールデンアイとかにも出てきてん。何この階段、タコの足みたい。どういうこと、わかるやろ。わかるわかる。こう、あ、うねうねしてる。こうやって厳重にちょく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 防犯カメラがあんねんな。きついですか。全く。マジ、なんかもっと登りたい。すごいな、変わってんな。もっと登りたい、一生これでいい。変わってんな。このまま余生を過ごしたい。変わってんな。カリン島みたいやな。おお、懐かしい。カリン様がおるな。一番上に神がおるの。そう思っていこう。実際神の場所やしな。そうやな。なんかちょっとやる気出たわ。やる気出た。うん。うわ、え、めっちゃ斜め。お、すごい斜めになってるっすよね。うん、めっちゃ斜め。なんかほんまにどうやって作ったんか疑うよな。うん、何人ぐらいの規模で。あ、これだからほんまドームのあれや、上の部分なんやな。そうや、こういう形状がな、うん、物語ってるな。お、階段の質が変わった。お、ほんまや、鉄になった。ということは多分俺らめちゃめちゃな高さ登ってんで今。ああ、しんど。This is crazy って聞こえた。な、うん、まだあるってこと。お、え、これは This is crazy。 何これ。俺ら今イタリアのローマで何してんの。バチカン四国か。本場のやつや。本場のオーマイガーって。それだけで俺らチケット代払った気持ちあるわ。笑顔になれたわ。よっしゃ、もう行けたやろ。来た、行くで、いいっすか。せーの、ドン。やっべー、なんじゃこりゃ。くあれ、3ピエトル大聖堂やな。うん、あ、だからほら、あの聖人の彫像の後ろ姿が見えるわ。あ、ほんまや、こっから。ほんまにすっごいな、これ来た甲斐あったな。いや、これはすごい。絵画じゃないよな。うん、これはすげえよ。登った甲斐あるわ。やばいな。うーわ、もうちょっと待ってよ、これ生きててよかったと言わんばかりの景色。うん、やっぱ色にちょっと統一感があるな。うんうん、うん、めっちゃ綺麗。ローマの街を一望できています。すごいわ、これは。ほんまに一望できてんな。なんかあの日本の風景とやっぱ全然違うな。やっぱ街並みがええやわ。うん、すっげえ雄大。すごいなこれは。うん、見てれる、マジでずっとずっと見てれる。いや、ちょっとなんかこう人生の1ページに刻めんな、今日という日は。刻んだ。うん、そういうこう思い出っていうのをどん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 刻んでいかないかんな。うわぁ、ほんま今日生きててよかったなと思える。まだまだ死なれへんな、こんな景色見たら。うん、まだまだ世界には面白いもんがあんねんなっていう、うん、このやっぱ人生楽しもうぜっていう、この俺がよくジョーブログ第1話から言ってる、人生楽しもうぜって言って、こ、単純にラフにシンプルに言ってきたことがなんかすごい今吸収されていってるわ。いや、こういうことやったんやなと。うんうんうん、わぁ、なんかほんまに死んだ親とかに俺見したかったわ。はいはいはい、じいちゃんとかいろんな人になんか、なんていうの、生きることの喜びを実感するわ、やっぱ海外のこういう景色っていうのは。うん、人生っていうのの素晴らしさ、それこそ雄大さを感じる。いってん、これ俺ら地球の上歩いてるみたい。地球の上歩いてんねん。地球を感じてるって。だいぶ感じてんねん。でも綺麗な、うわー、やっべー、すごいなこれは。あのディズニーのラプンツェルやったっけ、はいはい、あのカミナが、うん、ラプンツェル、あの子の家に来たみたいやな。外にいつか行きたいって、この檻がそうさせてる。見たことあるね、ラプンツェル。あるよ。じゃあ俺よか。うん、やばい、美術館の時間過ぎてる。そう、ダッシュで行こう。ダッシュで行きましょう。ジョブロック、すごかった。壮大やな。うん、いやでもな、やっぱこう広場めちゃくちゃ広いやん。うん、広い広い広い。世界最小の国って言ってるけど、めちゃくちゃ広大に見えへん。うん、でもこれだけっすもんね。なあ、ごちゃごちゃしてないから。あそこおってんで俺ら、あの屋根の、うん、この上ね、ドームにおってんで、この上に、ここにおってん、これね。そう、ちょっとオベリスクのこの塔で隠れてるけど、うん、その景色とかのその壮大さがゆえに本当に世界最小なのっていうぐらい、うんうん、まあ、皇居の3分の1しかないけど、こんだけ開けてるからこそ、うん、すごくこう広々として見えるな。うん、広く見える、大きく見える。ちょっと美術館行こう。そう、時間もうほんまな 3,40 分は過ぎてんねん、言うに。
はい、ちょっと雨降ってきたけど、うん、一回壁の外出て、また一回ローマに戻ってんけど、イタリアに、うん、で、こっから一回また美術館に行きたいから、はい、この壁の向こうがまたバチカン市国です、うん、すごいな、今2カ国渡り歩いてる。しかもめっちゃ簡単になあ、漆黒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 ピンポンパンポーン。はい、皆さん、ダイナマイト四国の漆黒漆黒をもしかしたら見た後なのかもしれませんが、うん、残念なお知らせがあります、はい、なんと4時に美術館クローズでございます。残念すぎるやろ。雨の中歩いてきましたけど、一回国を出てバチカン市四国を出てぐるっと回ってきましたけども、4時で閉店でございます。もう、4時もう20分ぐらいなってるからあかんかと。結構俺らが大聖堂に、うん、心を奪われて、うんうん、めちゃくちゃ見てたから、うん、美術館チケット買うててん、うん、チケット何倍やったっけ1枚、29ユーロかな、29ユーロか、うん、買ってたけど無駄になりました、うん、明日別の土地へ行く飛行機取ってます、はい、でも仕方がない。なんでかって言ったら、うん、まあ、こういうのはちょっと旅にはつきもんやねんけど、うん、プラスに考えよう。なんでかって言ったら、俺らサンピエトロ大聖堂のあのドーム登ったやん、はいはいはい、あれあん時に撮ってたからまだ晴れで撮れてん、うん、今やったらもう曇りやで。そうやな、曇りってかもう雨やからな、うん、大雨やで、もう雲に包まれてんで全然違う景色が。あともう一つ、美術館、まあ、確かに行きたかったよ、だってチケットまで取ってんもん。やけどそれだけ俺ら感動できたもんに出会えたっていうのと視聴者さんに共有できたってことが大事やから、なぜかというとその美術館館内写真撮影動画禁止でございます。まあだから俺らが見るだけってことですもんね。そう、視聴者さんには伝えきられへんかった、うんうん、だから伝えれる部分を一番長く伝えれることができたってことやから、うんうん、というわけでバチカン四国、大雨のバチカン四国の外堀を僕たちは今歩いてます。この中がそうっすもんね、うん、うん、いやでも圧巻やったな、圧巻なあ、ほんまになんか国をまたいだ気分ではなかったな、うん、マジで最高やった。ちょっと一回腹こしらえしよう、うん、どっか入ろう。違う、俺らだけやで傘さしてないの、うん、ほんまにそうやで、ずぶ濡れやな、うん、いやでも海外でこんだけずぶ濡れになってもう傘ささずに歩いてるっていう感じがなんか俺は地球を感じてるわ。ポジティブ足りてんな、ポジティブ足りてる、だいぶ足りてる、やばい、あかんねん、もうなんか癖やねん、ポジティブにしか考えられへんねん。雨降ってよかったなって、美術館なくてもよかったなと思ってんもん。もう腹減ったからもう食おうぜ、うん、食べましょう。ちょっとテルミニの方にやっぱなんか美味しい視聴者さんおすすめの飯屋とかあったから、うん、それ一個行こう、うん、でも一回ちょっと着替えた方がいいかも、もうびしょびしょで滴ってるから、せっかく作った無理言って生地屋さんから生地でからデザイナーさんにお願いして作ってもらったオリジナルな服やねんけど、まあしゃあない、自然現象やから。バチカン四国おさらば、いやちゃうねん、やっぱおしゃれな、めっちゃしゃれてるここなあ、店が多いねほんまに、うん、わあでもこんな状態で入られへんな、確かにな、あこんなわあめっちゃ入りたかったのに、え雨宿りしに来たやろみたいな。なあジョブロック、雨上がりの空を見ていた。はい、というわけで雨が上がりました、はい、はい、もうパワー満タン。はい、な今なインスタで結構その今ローマおるって言ったら結構 DM とかで、うん、ここ行ったら美味しかったですよみたいな視聴者さんが教えてくれたりするんやん、うん、コットレストランって言って、うん、もうすぐ多分そこやわ、これあこれほらこれコットとんなレストランってピザエリアって書いてある。ここななんか結構日本語のメニューとかもあって、いいかつその日本人向けの味付けも結構あるらしい。いいやん、あちょっと行こう。 OK Yes Thank youオッケー、センキュー。よっしゃ、ビール頼もう、ビール。よっしゃ、まずビール行こう。ビール行ってからの2杯目ワインやな。Excuse me, I have a question. Do you have a Japanese language menu? Japanese. Yes. 俺若いから新人やから分からんねん。ちょっと店長に聞くから待っといていう構図、今。でもな、今日俺思ったことがあって。なんすか？動画と肉あんってちゃうな。全然違うよ、それだけは。普通にあの画面ちょっとパッて見たりとかして、俺肉眼で見たらやっぱ遺跡っていうの、遺跡とかもそうやし、今回の大聖堂とかも見え方が全然その迫力が伝わらん、うん、そうですね。なんとかこう広角にしたりズームしたりとか画角とか変えてやるけど、俺はもう臨場感を出すけど言葉で、うん、でもやっぱ違うわ、限界があるよな、やっぱ限界がある。やっぱ見えへん、そういうちょっとしたシワとか、うん、こう雰囲気、空気感。Yes, do you have Japanese menu? This one? I say, okay. OK。じゃあ QR コードでやろう。ここにジャパニーズメニューがあるってことやな、言うたら。うん、いやー、ちょっとカルボナーラ行くん迷うな、うん。でもやっぱカルボナーラが定番なんやろうな、うん。ちょっとあれはマジでチーズでの主張がすごいよな。そうやね。日本のと全然違うよな。違う。日本のはもうちょいこう卵と相まってさ、うんうん、ちょっとなんかこう塩味が効いて、うん、こういう爽やかさが持ったりとろっとしてるよな。もうズドンチーズの塩分っていうのが、うん、ほら見て、日本語メニューあった生ビール、うまい。ワンちゃんこれ見せるタイプか、そこにカゴに入れるだけ入れて見せる感じかな。そうやわ多分。 And we are thinking now. あれちょっと待った。 Yes 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 OK thank you grazie
どうもありがとうございます。Thank you。どうも。どうも。よっしゃ。よっしゃ。乾杯。至福の時が来るぜ。エッグ。え、めっちゃうまい。うまい。え、めっちゃうまい、これ。何ビール？本格的うまさ、何これ？どこの何のビール？マジで美味しいねんけど。つうか、俺らがこうやって今日一日頑張ったっていうことが味に収録されてるのかな？どっちなん？それはあると思う。めっちゃうまい。今日だって何歩歩いたと思います？20万銭とか。ちゃちゃちゃ、こういうのは相場浮いてあかんの。20万銭。もう言いにくいわ、その後。18万。いや、もう無理やわ。え、相当歩いたで。相当歩きましたよ。なんで？何歩？2万歩ちょい。なんかほら、ちっちゃく聞こえるやん。すごいんやって。普通に来たら2万歩歩かんから。2万歩はやばいな。2万歩歩いたから。え、普通って1万歩行ったらすごいって言われるやんな。そうそう、1日1万歩歩いたらだいぶ。そうやん、だから俺らがどれだけ動画に足を使ってるかですよ、うんうん、見たんですよ、だからここ1週間の歩数、明らかに日本行った時の歩数のあの段階が、うん、何を喋ってんの喋ってんの。あんな夫婦になろう思ってもういいわ。頭の中で考えてた。もういいわ。何何何、いや、もういいっすね。もういい、もういい、もういい。ずーっと目当てて、ずーっと俺どっちがそらすかゲームをやってて、うんうん、これ俺を見てるのか、うん、この窓は中からは外が見えないのか、ただ単にどっちなのかっていうのを想像してたけど、あ、俺見てたんや。なんか海外では俺な、人に目合ったりとかしたらこうやってとかとか、うん、なんかやりたくなんね、海外は、うん、するする。日本はあんま目合っても、うん、みたいな、もう慣れへん。そうやな。あ、確かにそうやわ。やろ。だから海外に行ってたら海外の自分になんねん。うん、やるわ俺もそれ。そう。どこも何噛んでくるっすよね。そうそうそう。だから、あ、はいみたいな感じになんねん、自然と。うんうん、海外来るもんやな。いや、っていうのもな、その、うん、飲みながらやったらやっぱ視聴者さんと話をするっていうこと、視聴者さんの気になってる質問っていうのを、まあ、結構インスタでは募集してるから、ちょくちょく質問箱で答えていこうかなと思って、うん、もう結構昨日も答えてんけど、うん、今回も答えようかなと思って、うん、なぜ今イタリアにっていう質問とか気になって、あ、確かになみたいな、なんで俺らって今イタリアおんねやろなって。でもそれって、うん、まあ言うたらマルタ共和国に行く機会が仕事であったからっていうのもあるやん、うんうん、撮影でカジノの PR みたいなってやん、うん、俺カジノあれがあったからっていうのもあるやん、っていうのがまず一つで、一カ国行ったらふんざまだ俺らは日にちを空けてきてるから、うん、期間があるから、さあ、ふんざその横って言ったらイタリアやなとか、うん、なってきて、次俺らベネチア行くねんけど、ベネチアもめっちゃ来てて、水の都、はいはいはい、ベネツィアってめちゃくちゃ美しくて、うん、ジョー君めっちゃ似合うと思うんで、うん、みたいな、よかったら行ってみてください、その美しさ頼むしてください、ベネチア行こう、じゃあもうスイスやんみたいな、うん、スイス行こうみたいな、連なってって感じなんで、だから期間を空けて1カ国まず選んだら、もうそこからぶっつけ本番で2カ国目3カ国目が連なっていってるって感じやけど、うん、でもなんか俺ら今日電車の中でしみじみ言ってたのは、うん、俺ら YouTube やってなかったらイタリア多分来てないよなっつって、うんうん、マルタも行ってないよなっつって、うん、行ってないと、なかなか俺らには縁ないよな、うん、だってパスタ食ってねえんでおしゃれな。でもマジで最高じゃない、うん、いや最高ほんまに。今回イタリア来て思ったのマジでイタリア最高じゃない、うん、全部美しいし、うん、その遺跡の壮大さにすごい心を奪われて、うん、チエもめっちゃ興奮してたやん。いや、めちゃくちゃ興奮したよ今回。ちょっと全部のインパクト、うん、なんか世界遺産って普通目がけて1個見に行くんやと思うねんけど、うん、毎秒ごとに世界遺産見れるっていうこの感じやばいな。あ、来た。あ、イエース、イエース、モッツァレラ、カルボナーラ、カルボナーラ、カルボナーラ、ラザニア、イエース、全部来た。 Thank you and one more beer?Yes, thank you. 来ました、カルボナーラ、ラザニア。何でした？ボンゴレイラザニア。ちゃうちゃうちゃう、忘れた俺。プレデターイなんちゃらエモッツァレラ忘れた。あ、忘れた、やったー。わー、だからこれ見て、いちいちおしゃれやねん、いちいち。あ、このソースの感じね、こうナイキを彷彿とさせるかのような。これもなんて、いや、なんもないですよ、スルーしてください。これも見てやん、この感じ、井戸の胃を彷彿させるような。聞いてるやん、丸罰ゲームのちゃんと聞いてたやん。じゃあいただきます、はい、このモッツァレラチーズを国境みたく割ります。生ハムを巻いていっちゃっていいですか。いっちゃってください。いただきます。はい、どうなんですか。あの、もう、うん、美味しいに決まってるやん。まあでしょうね。
まんまその味。あもうこれはあの日本のこれ出るプロシュートエモッツァレラって日本でも結構みんな言うと思うんだけど、言わんわ、初めて言うたわ。それと一緒、うん、日本ででもこれ出るとこあるやん、イタリアンとかで、うん、なんかこんな感じ見たことはある、うん、ほんまに一緒。この水牛モッツァレラチーズと生ハムの塩分が相まって、うん、いや別にあのワルツは踊ってないんだけどもうハムのなんかこう塩味をチーズがちょっとこう吸収してくれる感じがいいな。あまろやかさがこのモッツァレラチーズの、うん、だからもう考えられてるわ、うん、でなんかこいつがなんか後からこうリセットさせてくれる。この水牛モッツァレラチーズと生ハムはどっちかって言ったら抱きしめ合ってんねん。抱きしめ合ってて、そこになんかこう野菜葉っぱが、うんうん、パサッと毛布をかぶしてあげる。独特やな表現がめちゃくちゃ独特やで。パサッと毛布をかぶして、毛布をかぶしてもうみんな見てるからっつってでちょっとリセットさせるというか、一回こうショーが終わるみたいな感じ、うん、こう暗幕が、うん、もう大丈夫、なんとなくわかる、うん、雰囲気わかるわかる。イタリアのやっぱ食べ物っていうのは全てこうワインに通ずるというか、うん、ワインに絶対合うもんな、うん、こんなこの感じがめっちゃいい。次あのラザニア行く。よっしゃラザニアって言ったら、うん、ノーノーノーラザニアみたいなハーマイオニーみたいな言い方やったの店長来た。うわこの層見てこれ、この地層ミルフィーユのかのような、うん、ラザニア行くね、ラザニア行くで、ね、行きます、豪華に行きます。めっちゃうまそう、ラザニアって感じ。上に乗っかってるこのトマトのトマトソースの味もそうやし、チーズもそうやし、このミルフィーユの層がシャーってこう歯を吸収してくれてさ、めちゃめちゃ噛んで弾力があってさ、クシャーってこう喉に入っていく感じ、シャー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 って頑張ってんな食レポ。めちゃくちゃこのひき肉のやつの味がめちゃくちゃいい。めっちゃ好きやわここのラザニア、全部濃いねん、うん、しっかり、うん、はっきりふっきり表現されてる感じ、これめっちゃいい、おすすめラザニア、はっきりしてる。そしてカルボナーラ、ちょっとそのさっきチンヤと話してて、うん、カルボナーラって撮影向けちゃうよなって話してて、なんでかって言ったら、あの冷めたら美味しさが半減するじゃないか。そうやな、チーズやからな。そう、これで生かしてな、うん、あ、チンヤ何わかったわ、何何何、ここやわ、ここのカルボナーラやばい。あのそこまで主張激しないチーズが、ちょっと主張おるけど、やっぱ日本のカルボナーラとはまた違うけど、うん、やっぱチーズのちょっと臭みと主張はあるけど、うんうん、今までほどじゃない、うん、おちょうどいい、ちょうどいい、最高。今まではもうチーズが11対11でサッカーするのに全員フォワードみたいなチーズたちが全員フォワードで、うん、キーパー1人みたいな、うん、あとの順位全員チーズ軍がフォワードしてるみたいなぐらい主張強かったやん、うんうん、分かりやすい。イタリアのカルボナーラの独特なチーズの主張も残しながらも柔らかさがある。おお、ここはいいやん、めっちゃいい、めっちゃいいやん。でな、俺なちょっとな反省してることあって一つ言っていい？なんすか？イタリアって、うん、フォークで巻くやんパスタをさ、うんうん、食べるときにさ、うん、すすったらあかんらしいね。あ、そうだ、音立てずにパクっていかないからしい。あ、そうなんや。なんでこうすすってたらなんか豚みたいな首方してんなと思われるらしい。あ、そうなんや。っていう風になんかこうマナーの動画見てて思って、うん、あかんやん。じゃあやってたな多分スプーンでこうやってやるのも違うらしい。あ、そうなん。それがおしゃれやと思って、おしゃれっていうかマナーやと思って。え、なんでスプーン使ってんのってなるらしい。いや、知らんで、あくまでそのマナーのイタリアの人が言ってたから、動画で。マジと思って、俺めっちゃ吸ってた、うわ、申し訳ねえと思って、うん、で、他にもイタリアの動画上げてる人の動画とかちょっと見たけど、結構全員すすってた、うん、じゃあやっぱそうなんや、すっちゃうよね、うん、日本人やからな、うん、女の子とかあんまラーメンすすったりとかっていうとパクパク食べて、うん、あれ可愛いよな、うん、あれ可愛いよな、可愛い、なんかツツツツツツってやってて、でも女の子はパクパクこうやって、うんうん、あれの口でビール3杯はいけるよなもう変態おじさんやちょっと一回食べて、うん、それではちょっといただきます。もう食っちゃって、いっちゃって、いっちゃって急に南感出んねんて、いや、じゃあかんて、いやバニラ、バニラ南感出るっていただきます。やばくない？うぶ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 なあ、柔らかいよな、うん、今までと違って、めちゃくちゃうまいやん。嘘やろ、うん、
喜んでくれてよかった。こんなもんペロリで何倍もいけんぞ、うん、嬉しい。そこまで褒めてくれ。いやいやシェフみたいなこと言ってるやん。シェフも嬉しいやろな、うん、めっちゃうまいほんまに。一番やなカルボナーラ今の。やろ、結構ずっと濃かったもんな、うんうん、その濃さにちょっとこう苦しめられてたんちゃう、うん、チンヤンは。そうちょっと重たいなってなってたから。うわーってなってたよな、うん、さっきもだってここまで来る道中でうわカルボナーラはやめときましょうね言ってたな。ちょっと耳元でいやでもな、うん、次の店もカルボナーラが定番らしいねっつって、うん、だから一回まあちょっとこう定番やから視聴者さんのために、だからその視聴者さんっていう強大な大事な存在がおるがゆえにそこに伝えようとする気持ちで普段やらんことをやるっていう習性はあるような、うん、YouTuber あるな、うん、YouTuber あるあるやな、うん、今日もバチカン四国おった時に、うん、あれも撮り忘れたとか言って撮りに行ったりとかしてたやん、うんうん、うわあそこも見たいなみたいな、うん、それって絶対視聴者さん意識してるからやと思う、うん、伝えたいっていう思いっていうのかな、うん、もっとあそこも映してあげた方がみたいな、うん、肉眼だけで終わらせずに、うん、こうやってフィルムに残してあげた方が視聴者さんのためになるかなってってか喜んでくれるかなみたいな、うん、ためっていう感じは思ってないけど、うん、喜んでくれたら嬉しいなっていう、うん、だってより映そうとするやん、うん、滞在しようとするやん、何かをこう調べようと探しそうとしたりするやん、うん、それってあるよな、うん、視聴者さんに背中をされて、だからイタリアにいるんですよ、うん、僕たちは。僕たちは、はい、質問。今一番海外に連れて行ってあげたい人は誰ですか？あーでもシンプルに家族かな、うんうん、弟とか親父とかおかんとかその辺かな、うん、めっちゃなんかシンプルやけど。海外で本場のものを食べるのが夢なのですが、本場のピザは日本と違いはありますか？あったよな、うん、あった、全然違う、全然違うかったな、うん、肉汁みたいなすごかったな、うん、チーズのそのチーズ液体みたいなのがシュッ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 。でも多分やけどチャーハンみたいな感じでもう味が千差万別やと思う、店によって、うんうん、幅広すぎてチーズの味が、うん、それぞれに個性がありすぎて、俺らがもう普通にご飯食べるんと同じように主食がピザやから、うん、俺らがこう日本人で日本で食ってるってやっぱ日本人の舌向けに作られた料理で、それが日本ではポピュラーな海外料理になってると思うけど、うんうん、日本仕様の言うたらもうバージョン、そうだからまた全然違うから本場の味っていうのを感じてみて、より個性強いでその国の、うん、イタリアのパスタは味がほぼオリーブオイルと聞きましたがいかがですか？全然違いますね、うん、カルボナーラは全然またそれぞれ違うし、うん、昨日のその海鮮パスタみたいなの食ってやん、うん、あれやばかったな、めっちゃうまかったあれ海鮮パスタ、うん、その魚のなんか魚介だしみたいなのがめっちゃ効いててパスタに、あれはマジでうまかったな。だから俺らで言うやっぱラーメンみたいな感じなんやろうな、あいろんな、はいはいはい、そういろんな味があって、うん、自分の好きな味と好きな店をうん、見つけに行くっていうそんな感じなんやろうな。ここのラザニア半端ないな、めっちゃうまい、だから全部うまい、やばいな、うん、ここ美味しいな、ここほんまにうまいわ。だって撮影以外でも深夜の食いっぷりが異常やったもんここほんま分かりやすいよな、うん、立ち止まる時と進む時、うん、これは日本にあっても流行るやろう、うんうん、てかむしろ欲しい。イタリアンっていいな、やっぱ美味しくないですか、いろんなジャンルの中で韓国料理とか中華とかあるじゃないですか、イタリアンやっぱ好きやん。辛いの無理やからやろそれ辛いのいける人は結構韓国好きとか中華好きとか、まあね、全般辛いの無理やとだいぶ絞られんで、確かにもうイタリアンぐらいやで、その説はあるかもしれない確かに全然俺韓国のが好きやもん。あ、ほんまっすか。どっちか選べ言われたら、あ韓国料理、うん、あ韓国料理な、とか確かに中華も好きやし、うん、いやイタリアンも好き。でもやっぱイタリアンは結構ワインやってこそやと思うで。おお、生きとんな、なんかだね、慣れてきてもうてん、もう何日目やワイン、分からんけど、まあ、ずっと飲んでんな、確かに慣れてきてん、覚えてもうた。もうワインの味、酒の味やねん、酒を飲むための、うん、言うたらもう全部前菜みたいなとこあるやん、まあ、味付けが。その説はあるな、めちゃくちゃ濃くて、うんうん、でそれでこうワインで滑らかさを保つ、うん、ホワイトワイン行こう、うん、もうコテコテの居酒屋ばっか普段行ってるからやっぱたまに行きたくなんですよ、うんうん、見てこの絵面おかしいやん、このほんまにな、パッと見てか普通に高級レストランやもんな、うん、いやだからやっぱこう振り幅持っていこう、うん、ジョーブログ、うん、楽しくなってきた、うん、楽しくなってきた。いやだからチンヤが一番喜んでんちゃう。アフリカ縦断の時ってエグかったよ。エグかったよ、はあ、でもやっぱそれを経験してるからこそより喜びが増すっすよね、一つのな、うん、今やってることのありがたみっていうのがあるよ、うん、でもあれがあったから乗り換えれるっていうことは後の人生、今の人生にとってすごい大事になってるなと思う、うんうん、だって常にすがれんもん、過去のしんどかったことに、あれがあったからいけるっしょっていう、うんうん、それは思う、ほんまに。だからそういうやっぱこう苦しい体験っていうのは早いうちにいっぱいやっとくべきなんやと思うわ、
まあ、いずれまたやる時が来るかもしれないけど、いろんなチャレンジの中で精神的に強くなれてるし、でも今日もでも結構実はハードやってんだ俺ら朝昼一切食わずにやっと飯食えたんが、8時半ぐらいそうやねブブブブブ川崎 B の B の Do a B の B の B のの B の B の B の川崎 B のあ、OK Thank you He's kind Yes, thank you 川崎が入ってきたな、ということで僕はまあみんな白ワイン飲もうぜ、イタリア来て、みんなで乾杯しようぜ、じゃあ全部忘れるよ、死ぬ前に絶対イタリアはみんな来てな、来た方がいいと思うっていう地球の歩き方ならぬあの人生の歩き方を教えていくわこれから、なので実感したことを言葉で話していきます、Thank you, yes, white wine あー、うわ、むずい、忘れた、ワイパーだってビキャリディヴィーノ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 オッケーラッツェそのそいつなんていうかあーすや忘れたやっちゃい何やったっけ Hello stay morning inside 忘れてもうたプロシュートエモッツァレラあーすやプロシュートエモッツァレラやあ、乾杯しよう、待ってた待ってた今ずっと待ってたよお待たせだるうわー飲みやすいわ飲みやすいこれうわーちょっとなんか美味しいご飯にあの、気さくな店長の、あの雰囲気と酔っ払ってきたな酔っ払ったローマの最後の晩餐の最後チンチンする、最後にチンチンするラスチンなラスチン、ラスチン訳すなパーティーピーポーめ略してガチやからキンキンいい音ああちょっと待って今回なんですけど本当にイタリア来てほんまによかったやっぱなんかやっぱ気候も暖かいやん、日本に比べて、マルタから始まってさ、ローマも未だにまだ結局コートもいらんし今日本もっと寒いらしいけど、だからなんかその感じがなんか陽気なあの雰囲気というか陽気というか陽光というか太陽の光が差し込んで暖かなああいう陽気な人たちにこう触れ合って、みんななんか優しくて Hey! みたいな感じの、イタリア人ならではの陽気さってあるよな、南米とかの感じとかアメリカの感じとまた違うよなはぁみたいな、わかる、なんとなくわかります、そういう陽気さ、かつあの雄大な歴史、奥ゆかしさ、なかなかあれはあの壮大さには立ち会えることができないな、そしてピザやワインやパスタやどれをとってもきらびやかかつ美しい、そういうようななんかこう国やったな、本当にローマ最高でした、聴者さんが言ってくれたんで次水の都行きます、1日だけマジで、弾丸で弾丸やな、1日1年ぐらいほんまに弾丸になっちゃうんだけどこれから、次ベネチア行きます、視聴者さんが全部作ってくれてるんでこのストーリーは、だから俺迷ってんベネツィアかナポリか、ね、ナポリ良かったね、ずーっと悩んでたな、ナポリも良さそうやな、あとミラノとな、迷ってんけど一番票が多かった DM で多かった、結構見てるんで DM、が多かった、ベネツィアに決めました、そっからスイスに行きたいと思います、じゃあ明日はベネツィアでお会いしましょうじゃあ最後に行こうかなよダカダカタンダカダカタンダカ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 タンダカダカ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 タンダンはいてってってんてーんさっきさ、インスタストーリー撮ったやん、トレビアンみたいな感じでやってたやん、インスタストーリーさ、で、なんか俺最後にこうやってなんか生きた感じでチーン、トレビアン、とかやってやってやん、じゃあさ、DM で舌ペロってするってことは酔っ払ってますね、今日はガチでと思うめっちゃ分かってんな、え、ほんまにそんなことすんのと俺、酔っ払ったら、いや、するっすよ、ほんまにほんまにするこれガチでもふざけてんねんで、それだから寄ってるんですよ、ああだからそういうふざけみたいなのしだしたらってことか、そう、うわなんかいや、それ坂田佳子みたいやん、いやそれほんまめちゃくちゃよく見てるわ、マジで、いやでもなんか最近めっちゃ楽しいなって思うのは、結構日常トークとかフリートークが好きって言ってくれてる人が増えてきてるから、いやなんかそこってすごい本望やなと思ってて、おーバイ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 グッドジョブグッドジョブバイバイありがとう
笑顔をありがとう、感動をありがとう、幸せをありがとう、ああいう生き方していこう、うん、もう最後にもやってくれた、うん、ピリオドを打ってくれた、ローマの最後の夜に、うんうん、いやほんまに俺らよりも多分年齢的には大先輩やと思うけど、うん、そういう風なことを俺らは視聴者に対してまずはできることやと思うし、うん、出会った人に対してやっていけたらいいな、世界から今日も学びました、うん、はい、地球が教科書や、うん、みんなありがとう、でも皆さんありがとうございました、はい、もう一生続くんで一生喋ってれるな、幕を閉じたいと思います、うん、ありがとうございました、はい、ありがとう、最後俺の漆黒漆黒でお会いしましょう、あ、じゃあみんなも真似してな、じゃあバチカン四国の俺に切り替わります、バチカン漆黒漆黒やりたいな